やあ、ハロー。平和島まんじゅう特集。6選手が登場して第3レース一般戦が始まりました。出走メンバーは1号艇西舘美里、2号艇大橋ゆず、3号艇松瀬ひろみ、4号艇原田由美、5号艇中里優子、6号艇北津アンナ、以上の対戦です。スタートまでは1分を切りました。並びは定番順で現在は6艇バック側です。インコースには1号艇西舘美里、西舘は今日は7レースとの2走となっていまして好枠の一戦。2コース地元勢並んでいきます。2号艇の大橋ゆず、3コースには3号艇の松瀬ひろみが向かっていきます。松瀬はこの後は10レースの準優勝戦に再登場。そして4コースは4号艇の原田由美、5コースには5号艇中里優子。原田中里この両選手は後半は12レースの準優勝戦を控えています。サイアウト6コースが6号艇北津アンナ。スタイルは3対3と分かれました。このレース人気は1号艇西舘の陰線が中心になっています。相手には3号艇の松瀬、4号艇原田への組み合わせ上位でした。第3レース一般戦、進入地から1番2番3番4番5番6番スタートしました。インコースの1号艇の西舘、これはちょっと早いタイミングでしょうか。一周1マークへ向かっていますが現在スタートは判定中、スタートは判定中です。バック外入っていますが現在スタートは判定中です。お知らせいたします。1号艇の西舘選手はフライング変換欠場になりました。1番の西舘はフライング変換欠場、従いまして1番に関する投票はすべて払い戻しとなります。お手元の投票券はありませんがご注意ください。レースはこれから2周目と入っていきます。先頭争いですがここは3艇が一塊、6号艇の北津、5号艇の中里、2号艇の大橋、この3艇が並んで2周目第1ターンマークです。内側から6号艇の北津がコーナー先頭を取って5号艇の中里が差し返していきます。2号艇の大橋は現在3番手の位置で目下上位体系はつかながら6番5番2番となって2周2マークに移っていきます。さあしかし先頭2番手はまだ僅差の状況、2周目2マークの攻防です。6号艇の北津が先頭でクリア、追っていきます5号艇の中里ですがここは2番手の位置は変わらず、3番手は2号艇の大橋で上位は6番5番2番で最終周回へと移っていきます。3番手の後方は定間は4停身ぐらい差が開いて3番の松瀬が4番手追走、後方は4号艇の原田が最後方から追っています。なおこのレースはスタートでアクシデントがありました。1号艇西舘選手がフライング変換欠場となっています。残り半周を切っていきます。一般戦第3レース先頭6号艇の北津アンナ、シリーズ5日目待望の初勝利ということになりそうです。2番手は5号艇中里優子、そして2号艇大橋ゆずが3番手、上位体制は6番5番2番でラストコーナーを旋回、最後の直線コースに戻ってきました。第3レース一般戦まもなくゴールインです。先頭6番北津ゴールイン、2着は5番中里、3着は2番大橋ゴールイン、後ろは3番松瀬、4番原田ゴールインです。なおこのレース1号艇西舘選手はフライング変換欠場となっています。